ファイバーセンサーシリーズ WX1033 光ファイバーセンサーは、光ファイバー上での温度や歪みの変化により発生する反射光の周波数の変化を観測、検知します。また変化した反射光が戻ってくる時間から場所を特定することができるセンシングデバイスです。1秒周期でリアルタイムに測定データを更新します。1メートル単位の細かい範囲で多くの点を測定できます。1キロメートル、最大5キロメートルまでの温度、歪みを測定できます。線から面での測定を可能とし、インフラ施設の異変をリアルタイムにセンシングします。自然環境の厳しい港湾施設、ここでは広い範囲の構造物の維持管理が課題となっています。そこで光ファイバーセンサーを活用することにより、護岸施設のエプロンの沈下、陥没、ひび割れ、コンクリート護岸、堤防のたわみなどの変状の発生をリアルタイムに検出できます。施設の長寿命化に向けた予防保全型の点検、維持管理を効率的に実現可能です。機材をケーブル収納ボックス付近に搬送し、光ファイバーセンサーは安定したテーブルなどの上に設置します。商用電源コンセント、または発電機の電源コンセントと WX1033 の電源コードを接続します。装置背面の AC インレットに AC コードを接続します。電源コンセントに AC コードを接続します。3ピンコンセントでない場合は FG 端子を接続します。装置背面のパワースイッチをオンにします。装置前面のパワーランプが大々点灯になることを確認します。装置前面のシャットダウンスイッチを謳歌します。装置前面のパワーランプが緑点滅から緑点灯になることを確認します。装置前面のバッドランプが緑点灯、およびディスプレイにトップ画面が表示されることを確認します。トップ画面確認後、タッチパネル上のセンサー最適化を押します。センサー最適化の画面に切り替わるので調整開始を押します。どちらの調整方法で実行しますかと表示されるので、光ファイバーを抜き、光ファイバーを抜いたことを確認して高速調整開始を押します。画面が切り替わり、センサー最適化が開始されます。ステータスランプが大々点灯し、経過表示かカウントアップされます。ステータスランプが緑点灯になるまで待ちます。ステータスランプが緑点灯になったら調整終了を押します。FUT ファイバーコネクターに光ファイバーを再接続してください。接続できましたら OK ボタンを押してください。画面が表示されたら光ファイバーの準備を開始します。ケーブル収納ボックスを開け、光ファイバーケーブルを取り出します。取り出した光ファイバーケーブルはファイバーが破損しないよう慎重に取り出し、丸めを開放します。ファイバーの断面を清掃器具にて清掃し、アプローチ用光ファイバーケーブルと接続します。アプローチ用光ファイバーケーブル逆端の SC コネクターのキャップを取り外し、ファイバー断面を清掃器具にて清掃し、光ファイバーセンサーの前面コネクターに差し込みます。OK を押し、光ファイバーケーブルの接続は完了です。左上のトップを押し、トップ画面に戻ります。トップ画面に戻り、タッチパネル上の測定を押します。測定画面に切り替わるので操作メニューを押します。続いて測定開始を押します。
測定が開始されるとステータスランプが緑点灯になります。左上のトップを押し、トップ画面に戻ります。トップ画面に戻り、タッチパネル上の測定を押します。測定画面に切り替わるので、操作メニューを押します。測定終了するには、測定終了を押します。測定データを USB メモリーに保存する場合は、はいを押します。USB メモリーに保存が完了したら、OK を押します。測定が終了していることをディスプレイで確認し、装置前面のシャットダウンスイッチを押します。装置前面のパワーランプが緑点滅から大々点灯になることを確認します。装置背面のパワースイッチをオフにします。装置前面のパワーランプが消灯することを確認します。